ミニオンズ、人類より前から地球に存在している彼ら。名前もいろいろだ。デイブ、カール、ポール、マイク。こいつはノーバート。間抜けなやつ。個性は違えど彼らの目的は同じ。それは世界一凶悪なボスの仲間になること。ボスを幸せにすることがミニオンの存在する理由だ。しかし他に好きなものがないわけではない。ボスは簡単に見つかる。でも問題はボスをキープすること。ほらね、ボスをキープするって大変。でもこいつらは諦めなかった。石器時代の到来と同時に新しい生物が現れた。人間は恐竜とは随分違い、小さくて毛むくじゃらだけどずっと賢かった。ミニオンズはすぐに人間を好きになり、全力で人間を助けた。哀れな人間、疑いも知らず体はやわで、しかも食らうとうまい。ボスを探し求めるミニオンズは古代文明の歴史的な瞬間にも立ち会った。古代エジプトは期待大だった。でもやっぱりダメだった。中世の暗黒時代は楽しかった。新しいボスは夜中遊び、昼はずっと寝ている人だった。オラチョトゥーリだが、お楽しみは終わってしまった。次から次へとボスは変わったが、完璧なボスとは出会えなかった。ミニオンのドジのせいで大変な目に遭ったボスもいた。ミニオンズはひたすら進み続けるしかなかった。生も根も尽き果てた時、氷の洞窟が。ミニオンズは救われた。大人と一緒でないと入れませんよ。帰んなが緊張。タブか。何枚お買い求め？Three, please. Uno, please. Uno. 楽しんでいらしてね。ハイドパークじゃねえの。セパラバー。オッケー。ホッパー。オッケー、ブロッコリー。はい。いや、こうか。オッケー、構え。おい。何をしている？バス停か？ここは立ち入り禁止区域だ。両手を上げろ。やめとえ。トリカノ。やめか。マケラローゼンバー。おい、下がれ。ボケラとバチ。オペラとビ。マキ。プチベーピンポンがベープチパチプチパチプチバトラバトベーボカベタロアホーラチホーラタヤトバトラチアベーバトバトフーレバタロアベ